しゃべり場ナイト TV。 さてさて、本日はですね、大井川の島田寄りにあります、川越遺跡にやってまいりましたよ。とってもね、立派な建物、そしてね、木々が綺麗ですね。青空もとっても綺麗でございます。さあ、こちらはですね、国の指定の史跡なんですよね。島田宿の大井川川越遺跡と申しましてですね、この建物なんかも全てね、国の指定の文化財だそうでございます。さあ、まあ川越、大井川の川越って言えばですね、皆さんね、一度はね、日本史の教科書なんかでね、習ったことがあると思いますので歴史が苦手な方でもね、知ってるところだと思いますけどもね。さあ、こちらはね、川会所と言いましてですね、その川越に必要なお札をですね、買う場所だった。そう、要はですね、切符を買うところなんですよね。ちょっとお邪魔したいと思います。はい、さすがにね、立派な建物ですよね。天井も高くてね、すごく広いところでございます。さあ、こちらにお奉行さんが2人いらっしゃいますね川庄屋さんと年行寺さんですね。この方たちはね、その川越の人足さん、そう、川越をする人たちがね、エリート、もう読み書きができて、そろばんもできる人たちがね、このね、位置についたそうなんですけどね。こちらの方からですね、その切符ね、川越のね、札をね、買うことができたそうなんですけどね。さあ、そしてね、川越といってもですね、いろんなですね、ルールとかですね、あと料金があったそうなんですけどね。ここにあるから見えるかな、川札の値段って描かれてるの分かりますか。そう、その日のね、大井川の水量によって値段が変わったんですよね。一番ね、下のこのね、又通りと読むのかな、からだんだんと脇通りまで、そう、水量の高さで値段が全然変わってくるわけなんですよ。ちなみにこの又通りがですね、一人頭48文。今の、貨幣価値で言うと1440円だそうですよね。そして脇通りも脇の水ぐらいになると94文。ね、2820円のお金がかかったそう。これ、一人にそれだけのお金がかかったそうですからね。これが二人だ、三人だ、四人だって使うと、その倍のお金がかかったんですよね。さあ、そしてこちらはですね、川越しのためにね、使われた蓮台がね、ありますけど、見えるでしょうか、立派なものがね。藩校蘭蓮台。ね、そして、大校蘭蓮台という立派な立派なですね、蓮台がありますけどね。まあ、これをもう使うとなるとですね、人足さんが8人とか12人とかね、欲しくなるそうなもんですから、先ほども言いましたように、それにかける数値がね、お金がかかって大変な金額だったんですよな。大井川と描かれた札もありますけれどもね。ここにはいろんなですね、その蓮台がまだまだ当時のものが残されております。さあ、そして皆さん見えるかな、こちらに控えよらすっごい蓮台、そしてお籠が見えてまいりました。あ、こちらね、大光蘭蓮台の上にですね、お籠が乗った、まさしく殿様やお姫様が乗った、ものでございますね。すごいね。さあ、ここね、前後に長い棒が出てるのが、実はね、この横にもですね、クロスしてね、この棒がついていたそうでしてね、なんとこれを運ぶには24人の人足さんを雇ったそうですよ。24人ですよ。先ほどの金額かける24ですからね。まあ、殿様やね、お姫様じゃなきゃ乗れないようなね、本当に豪華なものでございます。天下の将軍、徳川家康、徳川家のね、いろいろ将軍様なんかもね、お姫様も乗ったんでしょうかね。これ実はですね、このお籠にはですね、どんなにお金があったとして、お金持ちであってもね、その身分がなければ乗れなかったそうなんですよね。ね、そのくらい、川越っていうのはね、敷居も高いものでもあったそうなんですけどもね。さあ、こちらのね、川札の方、川会所で川札を買って、大井川を渡るね、わけなんですけどね。有名なね、文句に、箱根八里は馬でも越せど、
越すに越されの大井川っていうね、これ歌われてるのね、皆さんご存知かと思いますけれどもね、本当にそれだけね、大井川というのはね、当時はすごく水量も多くてですね、川越しするに大変な、まあ、東海道53里の閑散次の中の、一番の難所とも言われた場所でございます。さあカメラはですね、この後川会社からですね、いろんな宿屋なそちらの方に移りたいと思います。どうもありがとうございます。本当こちらに、ね、たくさんのボランティアガイドさんもねいらっしゃるということですね。またね時間あるときゆっくりですね、そちらの方を見てみたいと思います。さあじゃあ視聴者のみんな見えるかな、こちらがですね川越史跡の全景でございますけれどもね、あんたいいやね、当時のね東海道ね53次のね座にですねこのようなね、古い家これがいっぱいね、映ってますけど、さあそしてこちらはですね、川越ジャヤということでいろんなものがですね販売されておりますけれどもね、いいねコーヒー甘酒ラムネって描かれてますけれどもね、ちょっとここでねもう川越のね一服するのもいいんじゃないですか。おはようございます。ねえ、じゃあちょっとお邪魔しますね。まあ素敵なものがいっぱい並んでますけれども、これやっぱり地元のあれですか、島田の民芸品なんかが主なんですからね。ねえ、まあこれからちょっと暑くもなりますからね、本当にね冷たいものちょっとこう飲んでもらって、なんかお蕎麦が結構こちらなんか美味しいってことでねえねえ、せっかくねえ、じゃあせっかくですね、あのお店の PR どうですかねえ、ぜひともね、本当にね、ちょっとこうね一服するのもいいかと思いますけれどもね。さあいろんなサインも飾られてますね。ねえ、お蕎麦屋さんね、こちらということですね。あの以前ね、あのボスも師匠もですね、あの他の番組でロケ来たことがあるんですけどね、こちらの方でね美味しくいただきましたので、ぜひとも皆さんね、お蕎麦屋さんの方にも寄っていただきたいと思います。さあじゃあカメラはですね、もっともっと、この遺跡の方ね奥へ進みたいと思います。さあ今日はね本当に6月に、ね、なったばっかなんだけど、本当にね暑くてですね、バイヤドとね、ありがとうございます、ね、さあじゃあこちらの方にね、いろんなバイヤドがねありますので、じゃあまたね、この時間からはですね、こちらの川越を愛する会のガイドの酒井さんと一緒に歩きたいと思います。はい、酒井さん、ここは何でしょうね。ここはね、札場と書いてありますね。はいはいはい、先ほどの川会所で、川札、印刷切符を買いますね。明けむつ、朝の6時から、暮れむつ、夕方の6時まで、川越のお仕事をして、自分の番宿に帰って、その日の川札を係に渡します。係は、この札場に来て、お金になります、なるほど。2割3割の手数料を取らない、それは会社や、この札場や、番宿などの費用を賄うためで、なるほど。当日勤務した人足さんは、日当として、お金を持ち帰ることができるような仕組みになっています。なるほど、現金でいただけたんですかね。ああいいね、その日にもらえるなんてね。ねえ。お客さんの生活は中以上の生活。ああそうなんですか。じゃあ割とね、いい暮らしを、まあそれだけ体力も使いますしね、命に関わる仕事ですからね。でここは、今度は仲間の宿っていうのありますね。昔の民俗さん、体力的に45歳ぐらいで、ああそうなんですか。私あの今46歳ですけど人足さんとしてはもう定年ですか。うわーそれつらいな。全然できますよ、体力には自信ありますけどね。そしてね、深さが深くなる、
人足さんは二人人足、若い人足を助ける、はい、年寄りの人、そういう方が、この仲間との宿に出勤をして仕事を待っていたと、なるほどな。さあ、そしてね、こちらに大きなわらじがあるんですけど、これは何なんでしょうね。ゴンゾーわらじ、はいはい、人足さんが使った丈夫なわらじ、なるほど、皮ごしをするためのわらじなんですね。はいはい、これ皮だらけの皮を旅人担いでいたわけですから、はいはい、なるほどね。ゴンゾーわらじがいかに丈夫にできていたかということを証明するものがあります。はいはい、それは歴史作家の、はいはいはい、張陽一さん、47,000歩、47,000歩、約35キロと書いてあります。はい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 、その、歩いた時の歩いたと、はい、ゴンゾーわらじが、はい、もう、こういうことで全然ね、型崩れもしてなくて、まだまだ履けますね、これだったらね。今は平坦な道を歩いたと思いますけど、はい、相当丈夫にできていたってことが証明されるものです、ね、なるほど。以前ね、新井のね、宿場町に取材行った時にね、同じようにこう他のわらじが置かれたんですけど、大体一つ宿場町を歩いちゃうと普通のね、わらじはね、潰れちゃって、それでまあいろいろそのわらじを縫うところがあったって聞いたことなんですけど、いや、ゴンゾーわらじがあればもう何里でも歩けちゃうんですね。やっぱりそれだけね、ねえ、そりゃそうですよね。だって川の中って石ころゴロゴロしてぬかるみがあってるとかね、歩くにはね、すごくね、不向きな場所ですからね。番宿の公開ね、はいはい、番宿ね、はい、本当にまだまだこのね、その古い曲いにしえのですね、日本の風景が残ってる場所でございますけれども、さあ、そしてね、坂井さんね、どこにもね、こうやってね、水って書かれた、これ井戸を汲んでくるんですか？いや、防火用水。あ、防火用水なんですね。はいはい、こちらは三番宿にやってまいりました。はい、番宿と、はいはいはい、番号のついた番宿で、はいはい、あ、なるほど、1番から何番まで？10番まで。ああ、番号はできた順と、はあ、なるほどね。人足さんは一番多い時何人ぐらいいらっしゃって言ってましたっけか、多い時に島田宿、金谷宿でそれぞれ650人ね。川越街道に訪ねる方々は、万宿とありますから、川の近くに粗末ながら、便利な建物があったんだと、勝手にご理解なされた。異なって宿が好きながら、はい、人足さんの出勤する場所であり、なるほど、ということなんです、ね、なるほどね。そしてね、奥にですね、これ人足さんの、はい、まああれでしょうかね、マネキンって、いや、でもやっぱりかなり立派な体格ですよね。ね、当時江戸時代とね、すごく小柄じゃないですか、日本人の男性でも五尺の体って言われてましたけど ね、 ね、かなりね、立派な体格なんですけれどもね、すごく筋肉質で、やっぱ足も太いですね。ねえ、なるほどなるほど、そういうものがね、置かれてるんですけれども、昭和41年に指定席に指定されて、はいはい、